さあそしてフィールドの位置変わりまして最終クォーター第4クォーターに入ります。広島大学相手陣29ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー34枚のパスでしたがこのパスはショート、パス不成功となっています。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。ぜひ YouTube でご覧いただいている方々もご遠慮なくチャット欄にメッセージをお願いいたします。応援メッセージは選手たちに届くはずです。ぜひお願いいたします。さあ試合再開です。広島大学相手陣29ヤードからセカンドダウン10。今度はランニングロックに入りました。7番ハンドオフを受けて左オフタックルをつきまして約5ヤードのゲインとしています。7番は丸山、新田青雲高校出身の1年生です。スタートダウン残り6ヤードです。広島大学相手陣26ヤードからサードダウン6。不成功。ここでクォーターバック16番ハンドオフからパスを投じましたがこのパスはカットされパス不成功となりました。フォースダウンと変わります。失礼しました、インターセプトとなっていました。パスインターセプトにより攻守交代です。攻撃権は島根大学に変わりました。ターンオーバーです。さあそして島根大ここでロンリーセンターを引きます。今度は狭いサイドにパワープレイを集めました。パス不成功。ここで反対サイドのレシーバー10番へのロングパスでしたがこのパスは不成功となっています。島根大学自陣14ヤードからセカンドダウン10。失礼しました、ここにペナルティーが発生していました。しかしこの反則を広島大は取りません。ダウン進めセカンドダウンとします。島根大学セカンドダウン10。不成功。ここでクォーターバック1番はミドルゾーンへのパスを選択しましたがこのパスは不成功となっています。島根大学サードダウン10、ボールオンは自陣14ヤード。
ス不成功。見たりパスプレーを続けましたが、このパスもカットされパス不成功となっています。島根大フォースダウンに変わります。このバントは自陣に出すということができず、島根大学陣35ヤード付近での攻守交代となります。攻守変わりまして広島大学相手陣35ヤードからファーストダウンテ、さあランニング枠に託しまして右オープンをつきました。キャリア29番タックル受けまして約5ヤードの前進で止まっています。ここで負傷者発生のためのレフェリータイムアウトが入っております。さあ試合再開となります。広島大学相手陣30ヤードからセカンドダウン5。ランニング枠右オフタックル付近をつけまして攻撃権更新です。広島大学ファースター、キャリアは16番の太田でした。続いて敵陣18ヤード付近からファーストダウン残り3ヤードです。広島大学相手陣18ヤードからファーストダウン10。一気にエンドゾーンへのタッチダウンパスを投じましたが、このパスを取りましたのは島根大学12番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、インターセプトしました島根大学12番は高石、今宮高校出身の1年生です。現在フィールド上に負傷者が発生しておりますのでレフェリータイムアウトが入っています。失礼しました。先ほどのプレーディフェンス島根大にオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。このインターセプト自体が無効という形になります。反則で5ヤード抜体、従いまして広島5ヤード前進しファーストダウンのやり直しという形になります。
さあ試合再開となります。広島大学ファーストダウン5、ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、ステイナースタートを切りました。広島大揃ってスタートできず5ヤード抜体という形になります。広島大学相手陣18ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーが始められない場合は5ヤード抜体となります。広島大学ファーストダウン15。パス不成功。クォーターバック7番ワイドレシーバーです。タイトエンド92番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。島根大学現在負傷者が多数発生しているためか、フィールド内10人でプレーをしております。アメリカンフットボールのフィールド内ポジションのメンバーはオフェンスディフェンスともに異なりますが、ディフェンスは最低1名でもルールとしては成立します。現在10名で島根大学は対応しています。広島大、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。試合再開となります。広島大学セカンドダウン15、ボールオンは相手陣24ヤード。パス不成功。これクォーターバック7番エンドゾーンへのパス、ターゲットは21番でしたが、これを島根大学見事にパスカバーし、パス不成功としました。広島大学相手陣24ヤードからサードダウン15です。パス不成功。クォーターバック7番34番へのパスでしたが、このパスは成功でした。
広島大フォースダウンとなります。ここで負傷者発生によるタイムアウトが入ります。広島大学フォースダウン15でフィールドゴールトライ、キックレングス40ヤードのフィールドゴールに挑みます。このキックわずかに届かず失敗。この攻撃広島大学無得点となりました。フィールドゴール失敗で攻守交代となります。攻守変わりまして島根大学の攻撃になります。島根大学自陣24ヤードからファーストアンテン、広島大学オフェンスも10人で行います。パス成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー12番にパスを通し約3ヤードのゲイン。パスを取りました。ワイドレシーバー12番は高石、今宮高校出身の1年生。島根大学自陣27ヤードからセカンドダウン7。枠に塗装して右奥へのランプ、キャリアは10番でした。これで約1ヤードのゲインとしています。キャリア10番は村田、新田高校出身の1年生。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。ここで島根大学後半1回目のタイムアウトを取りました。試合再開です。島根大学サードン6、パス成功。
クォーターバック1番ウェイドレシーバー15番にパスを通しまして約5ヤードのゲイン。これレフリータイムアウトが入ります。パスを取りましたワイドレシーバーは15番の松村、倉吉東高校出身の2回生。試合再開となります。姉妹大学フォースダウン残り1ヤード、姉妹大フォースダウンギャンブルに入ります。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの発足です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤードバッタイという形になります。姉妹大学フォースダウン6バントフォーメーションを選択します。16番ボールをジャックしましたが左奥を疾走し相手陣40ヤード付近でアウトバーンズ、この位置での攻撃権を得ました。広島大学相手陣37ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリアは29番、ゲインは約6ヤード失礼、ゲイン約7ヤードです。広島大学相手陣31ヤードからセカンドダウン3、パス不成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー34番へのパスでしたが、このパス34番キャッチできずパス不成功となっています。広島大学サードダウン3、ボールオン相手陣31ヤード、パス不成功。今度はターゲット0番へのパスでしたが、これはカバーされておりパス不成功となりました。
広島大学フォースダウン3プレーを選択します。ギャンブル、パス不成功。このフォースダウンギャンブルをパスで突破しようとしました。クォーターバック7番、ターゲットは34番でしたが、このパスは通らず、パス不成功で4回目の攻撃失敗となります。攻守交代です。攻撃権変わりまして、島根大学自陣31ヤードからファーストダウンテン。さあランニング枠10番ハンドオフを受けまして、中央突破を図りました。タックル受けましたが粘りまして、約2ヤードのゲインとしています。キャリア10番は村田、新田高校出身の1年生。島根大学セカンドダウン8、ボールオンは自陣34ヤード、失礼、セカンドダウン7に訂正します。さあオプションピッチを受けました10番、再び左奥を展開、見事に攻撃権更新としました。島根大学ファースト10名でオフェンスを組むという厳しい状況の中、島根大10番村田奮闘しております。攻撃権更新としました。島根大学自陣44ヤードからファーストアウト。パスプレーを展開しようとしましたが、これを広島大学66番がキュービーさん、約10ヤードのロスを出しました。広島大66番素晴らしいプレーでした。島根大学セカンドダウン20、パス不成功。ここで島根大学一気に攻撃権更新を図るロングパスを投じましたが、これはパスカットされパス不成功となっています。試合時間残り39秒、島根大学サーダウン20、ジェットモーションスイープを受けました。ワイドレシーバー10番、スピードを加速させ右オープン展開し、約9ヤードのゲインといたしました。島根大学フォースダウン残り11ヤード、島根大学ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。試合時間残り1秒で時計は止まりました。
姉妹台後半2回目のタイムアウトを使いました。自陣43ヤードからフォースダウン残り11ヤード、試合時間残り1秒。パス不成功。ここで試合終了となりました。試合終了しまして、広島大学39点、姉妹大学7点、広島大学の勝利という形になりました。この結果、広島大学が今季の3位、姉妹大学が4位という形でシーズンを終了する形になります。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のためには犯罪すら厭わぬという悪漢という二人先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校時代名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方によってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながら最後まで挑み切るには至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、一旦この配信は終わらせていただきます。この後チャンネルサイトの変えまして、続きまして行います中四国学生の優勝決定戦、愛媛大学対山口大学の一戦も配信させていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。配信させていただきましたのは私道楽屋千代理茶でした。この配信は中四国学生アメリカンフットボールと並立配線です。後ほどまた皆様にお会いできればと思います。それでは失礼いたします。